今日作業まで、お付き合いのほどよろしくお願いを申し上げます。まあ、先ほども言いましたけれども、府中に行かれて G1ファンファーレ、そして、まあ、この季節ですから、もみじ歌いなかったよね。難しいよね、ジャズバージョンはね。はい、曲に参ります。可愛らしい曲になります。ラブ、それではどうぞ。
今138人ぐらいが恋をしてるらしいですけれども、ご夫妻でいらっしゃってる方はちょっとお互い警戒ですね。若干滑って若干一部で受けて、私は一人でも受けていただければ嬉しいんで先に進みます。次の曲ですね、映画の曲になります。1960年代、フランスの代表的な映画の曲になります。 CMで皆さん多分聞いたことがあるんじゃなかろうかというような曲でございまして、随分有名な曲です。ミッシェル・ルグラン作曲、キャラバンの到着、どうぞ。
聞いたことありそうな、そんな気がしてません。聞いたことありますね。でこの曲はですね3拍子が途中から4拍子になって、また3拍子に戻るって、ですからあの辺で踊っていたあの酔っ払い連中はですね、ちょっと調子が合わないみたいな、そんな感じでしたよね。聞いてません、酔っ払いですから。はい。 この辺でですね、私とお名前若干紹介をさせていただきたいと思います。先ほども申し上げましたけれども、普段は錦糸町をベースに、なんか錦糸町、俺も縁があるみたいな話でございましたけれども、ずっと活動をしておりまして、結成で大体7年になります。でここで疑問になってくるのが、サックスサーティーズ、サーティーズ、サーティーズ、まあですね、いやいやいや、まだ優しい方です。今お父さん微妙とおっしゃいました。優しいですね、ありがとうございます。でもですね、少年隊皆さんご存知じゃないですか。若い人は知らない。少年隊は永遠に少年隊、サーティーズもいいじゃん永遠にサーティーズ、そんな感じでさせていただきますんで、よろしくお願いをいたします。 ついでにメンバー紹介かな。右テナーサックス菅沼久恵、次はアルトサックスになります。アルトサックス西田佳代子、これなんか人気者ですね。次はテナーサックス 奈良木の綾子、バリトンサックス土屋ゆか、で奥の方に作業をしている、はい、カホン、トモズ、以上のメンバーでお届けをいたします。よろしくお願いいたします。次の曲になります。これも皆さんよくご存知だと思います。 ただバージョンがいくつかあるんですけれども、その中の一つになります。ルパン三世、80、どうぞ。
ありがとうございます。テンポのいい曲を2曲続けてまいりました。これですね、プレイヤーはちょっと疲れちゃうんですね。ちょっとだけですよ。で、次はですね、ちょっとガラッとイメージを変えた曲になります。映画オズの魔法使い、皆さんご存知ですよね。ご存知ですよね。そこに、心清かなドロシーという少女が出てきます。それもご存知ですよね。はい、知ってますね、ドロシーね。知ってますね。先ほども言いましたけれども、このサックスサーティーズの何とおっしゃいましたか。いや、ぴったんこ微妙でしょ、微妙。微妙な、がですね、ドロシーの気持ちに立ち返って、ね、ここに乗じて私も立ち返りたい女性いらっしゃるんで、一緒に立ち返ってもらって、あの古き良き、あ、ついこの間かな、その辺の方はね、まあ言ってもらえれば。無理かな、無理かな、今の。まあいいか。じゃあ曲のタイトル、オーバーザレインボー、どうぞ。気持ちに戻れた女性の方、手を挙げていただきました。好きありがとうございます。ここで、T シャツ宣伝コーナーっていうのをですね、作ってありまして、メンバーが今来ております。全員来ております。私も来ております。この T シャツ、ジャズインフチュー第10回記念 T シャツ、これ後々値段が上がると思ってるのは私だけですかね。今日競馬開催されて、そこでちょっと失った方、これ買っとくと、ひょっとするとですよ、ね、この値打ち物の T シャツがたったの2000円で、たったの2000円で売っておりますので、必要じゃない方も来年のジャズインフチューをもし楽しみたいならば、
ぜひぜひお買い求めいただければとこのように考えておりますのでぜひよろしくお願いいたします。今の言うとね、大体ね、あの来年無審査で我々出れるんですよ。はい、これでですね、もう後半戦に入っちゃいます。これも皆さんよく知ってる曲ですね。結構テンポがいい。ザ・チキン、どうぞ。このジャズフェスティバルには素晴らしいテーマソングがあるんですけれども、知ってますよね、府中の方は。府中の方は、私もですね、この間 YouTube で小学生が演奏しているのを見させていただいて、すごく感動しております。まあ我々も負けないようにですね、今日は演奏したいと思っております。なかなか楽曲として、譜面が起こされてないものですが、ちょっとね頑張りまして、テナーサックスの奈良木のアレンジ、バンバン欅ストリートブルースでございます。知ってますよね、欅ストリートブルース。え、ここ府中じゃないんですね。なんと、それではどうぞ。Thank you.
ますあの当然知ってますよねこれテーマソングですからねあの知らない方は来年来る時には必ず学習をしておいでいただくようにお願いをしたいと思っておりますですねあの時間が経つのは非常に早くて次はラストになりますとか言ってくれません誰も言ってもらえないですねありがとうさっきね仲良くなったのお父さんとお父さんお兄様はい、はい、僕何言ってんだですね今皆様のお手元にタンバリンをお配りをしておりませんか今からはい、はい、あの可愛いお嬢さんがですねあの配りますので、次の曲はですね、これ皆さんで一緒にタンバリンを叩いていただいて、賑やかに、通常のうさをもう発散して、明日から大体仕事ですよね。ね、もう今日ここで全部吐き出して。数にちょっと限りがあるから全員っていうわけにはいかないんでごめんなさいですね、本当に。はい、はい、ね、こんなところでも見ていただいてるっていう恐ろしいですね、どこに目があるか。あ、飛行機だすいません、一部受けました、ね、はい、タンバリンは配布終わった感じかな。いや、まあ、そこに種があるのでお父さん早まらないって、まだ若くないんだから。あ、じゃあよろしいですか、今お配りしたタンバリンで次の曲一緒にですね楽しんでいただくんですが、ご返却をいただきます。ただご返却をいただくときにですね、このトートバッグミニトートバッグどっちでもいいんですけれども、これと引き換えに、ですから遠慮してですね、俺いいやって言った人はですね、残念ながらこれ今日お持ち帰りいただけません。これなんだっけな、シーズンソリューションさんっていうですね、サーティーズの熱烈なファンのバカ社長がいまして、こいつがですね作ってくれたんで、せっかくですから、もう私じゃないですよ、ね、私はそんな玉じゃございません。皆さんに共に幸せを、ね、分け合って楽しんでいただこうということですね。あのこれ全部終わりましたら受付ですから、はい、タンバリン、はい、どうぞというふうにお渡しをしますんで、はい、受け取った方はラッキーでございます。ですね、最後の曲ジャズフェスティバルですけど、次の曲Rock Around the Clock どうぞ。
この作詞がやり馴染み合わない感じってこれなんですかね。はい、これ結構時間が押してますけど頑張ってやっちゃおうかな。よっしゃ。で、皆さん結構今日お酒を召し上がってる方もいらっしゃいますよね。で、次の曲の名前言ったらひっくり返りますよ。テキーラで、これですね、ね、もっと酔ってもらうためにちょっとした振りがございます。振りがございます。で、あの途中のメロディーのところでですね、ちょっと一緒に立ってもらって、まあ立ってらっしゃるけども、はい、で、ね、あと2分、はい、で、もうすげえ忙されてるんですけど、1回だけ見本、で、練習なしで本番に入ります。はい。まあ、いやいや、大体一回やってて大丈夫ですよね。じゃあ、もう皆さん触っていただいて、早速入っちゃいますから。本番ですよ、本番。大体普通は練習する時間あるんですが、今日押してますからね。はい、立てない人は無理をなさらないでください。9回やりますから、はい。3回、はい、3回。で、そのサビの部分、一般的にサビって言うんですけど、サビの部分を3回やりますから、私を真似るなり、自分で判断するなりでやっていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。